もうスパって諦めて、うんうんうん、引退した方がいいなっていう気持ちと、そのプロ野球界で指導者になりたいとか、そういうのは持ってないの？はい、指導者もなりたいです。平田は引退セレモニーっていうのをしたかったの？あ、僕は別にしたいわけじゃなくて、うん、その会話の中 で、うん、でもさっきも言ったんですけど、その結構気持ちの浮き沈み激しいんですよ、うん、でこう普段会話してる感じでめちゃくちゃ気持ち落ちてる時に、もうグッズを準備してて、うん、でもうなんかすごい映像があって、うん、もうこれ以上ないような花道を準備してます、うん、引退しましょうよって言われてたら、うん、いやもしかしたら引退したかもしれないですねっていう話をしたのはしたんですよ、うん、でも、うん、根本はやっぱ現役をしたい、現役で野球を続けたいっていうのがあるんで。平田の中ではちょっとなんかジョーク的な会話やったの？あ、そうですそうです。いや気持ちをしてる時になんかもうこれ以上ないようなこと言われてたら、うん、もしかしたら受けてたかもしれないですねみたいな。でもやっぱり野球のその現役をやりたいから、うん、もう話持ち帰って家族で話した時に、うん、もうやっぱり俺は野球がやりたいって言ってるし、じゃあ現役続けましょうっていう、まあ、結果的には現役続けたいですよっていう話にはなってましたよねっていう、うん、まあ、俺もさ最初は映像だけしか見てなかったから、はい、まあ、客観的に映像だけを見た、まあ、ファンの人と同じ見方だよね、はい、最初こいつ何言ってんのって感じだったそうですね。辞めるんやったら黙って引退セレモニーしたらいいし、はい、あのやりたいんやったら何こいつしょうもないこと言ってんやろっていうふうにすごい思ってて、はい、その後の発言とか聞いてると、はい、まあ、電話もして連絡も取り合ったけど、はい、すごくなんか誤解を招いてしまったっつって、なんかそれですごいショック受けてたよね。めっちゃショック受けたですなんかそうじゃないのにっていう、うん、やっぱり見出しも面白く書くじゃないですか、うん、それはそうよ。記者会見の時にその話を出しちゃったんですよ、うん、で例えばあのなんかそういう風な感じになってたら辞めてたかもしれないですねっていう話をして、でもやっぱり僕は現役で続けたいっていうのがあるので、うん、あの引退っていう道を選ばず、うん、あの現役続行対談の方を選ばさせていただきましたっていう話したら、うん、ダーン切られて、なんでセレモニー要求ってなって、うん、ちょっと待ってちょっと待ってみたいな。もうそのメディア の、 あの発表の仕方、はい、その時点で、はい、あこいつはもう NPB が声かかることないなって俺はもうずっと思ってたの。あ、お前がどんだけ NPB でやりたいって言ってても、はい、内容を知らない人たちは、うん、もうあこんな選手取りたくないよねって多分、うん、なるやん。まあそうっすよね、うん、あこいつ絶対もう NPB でやれるとこないなっていうことで、はい、まあ、お前が現役をまだまだやりたい、俺もまだできると思ってたから。俺今、はい、北九州フェニックスっていう独立リーグの監督やってて、はい、一番最初に多分オファーしたと思うね。もう、はい、ありがとうございます。あの別に本当に野球好きやったら、あの俺はどこでやってもいいと思ってて、はい、でまだまだプレーできる、まあ、そういう病気とも向き合いながらかも分からんけど、すっきりこの野球を全うしたなと思いでやめてほしいっていうのがあって、はい、なんかこう客観的に見てるとすごいなんかモヤモヤした感じで、あこいつってやめていくんかなと思ったから、はい、まあ、大阪桐蔭の後輩っていうのはもちろんあるんやけど、俺もやっぱりそういう引退試合もせずに独立リーグでまだプレーもしながら選手としてやってて、はい、まあ、平田もまだまだ動けるから一緒に北九州でプレーしたらいいのにと思ってオファーしてんけど、はい、あの時っていうのはまだ NPB を目指そうってずっと思ってたの？そうですね、 NPB 一本でって考えてて、でまあ NPB ってさ7月31日まで登録いけんのよね、契約できるから。別に最初2月3月オファーなくても本気でやりたいんやったら独立リーグで一応動けるところを見して、まあ、7月31日まででもいいからプレーしたらいいのになと思ってて、あのオファー行った時ってどんな感じだった？オファーの内容よりも、うん、電話もらったことがすごい嬉しくて、こう独立リーグでプレーしながらでもいろんなことがまだまだできるし、はい、もう NPB とは違って独立リーグの野球をやりながらまたこれから自分が解説したいのか、
まあ、いろんな仕事したいのか、そういうところに別に顔も出していいなっていう場所でもあったから、はい、環境として、うんうんうん、でも選手を辞めたらもう選手として戻ってくることってまずないかなと俺は思ってて、ただ NPB 目指してますって俺の考えね、はい、俺の考えは NPB 目指してますって言ってたのに引退セレモニーっていう事件が起きて、はい、僕はまだまだ NPB であのプロとして現役でやりたいんですって言ってて、うん、そこから本当数ヶ月で引退っていう発表に対してもすごくなんかちょっとショックで、こいつ何がしたかったやろっていうことがすごい感じる部分があってんけど、はい、その間って時系列俺全然分からんし、家族の問題もあるから、はい、これはもう平田の人生だから全然言うことないんだけど、俺個人的には諦めんの早っていうふうに思ったよね。あんだけ言ってて、なんでもう引退するんやろうと思って、そこの気持ちの変わりっていうのは何やったの？直接交渉の電話をその球団にしていく中で、うん、よく言われたのはやっぱ病気のことが気になっている、うんうん、あとは、まあ、今外野手若い選手がうちのチームは多いから、うん、外野手をその取る取らないっていうのを考えてない、うんうん、の2つが多かったんですけど、うん、これであの中3のところに呼んでもらって、うん、アピールして、うん、35歳のベテランがまたチームに呼んでもらえるかどうかっていうのが、いやもうそれだったらもうスパッて諦めて、うんうんうん、引退した方がいいなっていう気持ちと、その他球団の人のところにガーって回っていくところで燃え尽きたっていうところもありました。また折られていったん、心が。心折られていったんと、うん、できることやったかなって思っちゃって、うん、もうこれからはまあ、アマチュアとかでも教えたりとか、うん、でも人ってさ、やめようと思っててもさ、1ヶ月後2ヶ月後野球から離れてみると、はい、うわまた野球したいなってやっぱ思ってきたりするんよね。人ってやっぱコロ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 変わるじゃん、はい、別に言ったことをそのままずっといや引退するって言ったから、いや俺はもう野球はいいんです、プレイヤーとしてはいいんです、でも別にやる必要なくて、やりたくなったらまたやればいいかなぐらいの感覚で、野球選手はだって野球があるからこそ僕らっていうのは今まだメディアに出て仕事があったりだとか、野球がこうつなげてくれる部分っていうのがあるから、もしかしたら来月ぐらいまた野球やりたいなってなるかも分からない。そうですね、引退撤回しますみたいな、うん、別にいや、それは全然恥ずかしいことじゃなくて、はい、本当に自分のための人生やから、人のためにね人生を送るより自分のために人生歩んだ方が多分家族も幸せにできる確率が上がると思う。だからこれからやっぱ野球から遠のいて、プレイヤーだとまだやることっていっぱいあって、はい、プレイヤーやりながらいろんな仕事もキャッチできるっていう可能性もあったのに、はい、そこをまあ削るっていうのはこれからまあ解説家、まあ、評論家、まあ、あのスポーツコメンテーターみたいな役職に就くのか、はい、本当に今そこの仕事っていうのは数々の先輩方がもうあの実績を残した方々がそこの枠っていうのは埋めてるし、はい、本当にすごい難しいこと、はい、まあ、俺もああどうしていこうかなと思うことももちろん持ってるし、でも行動しないと何も生まれないから、はい、うん、どんどん行動した方が俺はいいと思ってて、だからその中でこの独立リーグでプレーするっていうのは一つのなんかやりながら、野球だけじゃなくていいと思ってるんだよね、うん、野球だけするのは NPB の世界でも、独立リーグっていうのはみんな NPB 目指してるんだけど、独立リーグのプレーをしながらまた違うことで何かを生み出すような新しいこと、でも野球っていうものがあればさ、何かこう紐づいていくもの、プレイヤーとして現役でいとけばまだ独立リーグでプレーします、現役の選手ですっていう見られ方するから、はい、そこから紐づいていく仕事もたくさんあったよね、うん、それは俺も経験してるからオファーかけたし誘ったし、多分そこがまだ多分理解できてないと思うよな、平田の場合は、はい、活動は何、名古屋拠点でやろうと思ってるの？そうですね、今のところ名古屋拠点 で、うん、で解説、うん、コメンテーター、うん、でアマチュアのコーチング、中日ドラゴンズとかそのプロ野球界で、はい、指導者になりたいとかそういうのは持ってないの？あ、指導者もなりたいです。なりたいんや。はい。まあそのためにじゃあ何か活動していかないといけないので。そうですね。
まずアマチュアとかも考えて、あの、うん、大阪桐蔭の臨時コーチ行ってこいよ。2ヶ月間ぐらいさ、大阪桐蔭、はい、今どういう指導してるのかとか見に行くのめっちゃ勉強になるやん。はい。だからそういうとこ行って、今の高校生、今の時代の子たちはどういう練習をして、監督、コーチが生徒に対してどういう接し方をしてるか、2ヶ月、3ヶ月こう見に行くのとか絶対面白いと思う。うんうんうん、だってその後にそいつらがプロに入ってくるんだから、はい、今までみたいにビシバシやって、教育して育っていくっていう時代とはもう変わってるから、はい、それはもう 100% 変わってるから、そこでプロに来てみんなまだ NPB ってね厳しい時代を生きた人たちが指導者で残ってるから、そこにギャップが生まれてこうクエスチョンになる選手っていうのがめっちゃ増えると思うよな、はい、これから、うん、だからそこのこの垣間見るっていうのはすごくいいことやから、まあ、そこにお金は生まれへんかもわからんけど、でもその後につながることっていうのがあるから、先こう先行投資として3ヶ月間練習日は一緒に練習参加して、西谷先生のどういう教育してるかっていうのをもう一回改めて勉強しに行くとか、うん、そんなも面白くない。面白いですね、うん、まずは行動しないとね、何もその先つながらないから、まず何かやらないと、はい、北九州も待ってるから、はい、まだ別にいつ、いや、 やっぱやりたくなりましたって言ったら、もうあの一回 DH で出てもらって、はい、自分がどんだけ衰えてるかっていうのを見て、はい、中日ドラゴンズでね17年間頑張ってきたものっていうのは多分残るから、はい、まあ、これからもちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。高校の先輩でもあり、まあ、プロの先輩でもある、剛さんに対しての、はい、今引退された後の気持ちを伝えてほしいなって、あ、聞きたいなって。どんなイメージだった俺。やっぱり中学校の時はもうやばい西岡剛なんですよね、うん、もうそこから始まってるんで、うん、あの西岡剛目の前で逆ダッシュしてるぞっていう。知ってたの？知ってますよ。高校の時から僕見に行きましたもん、予選。あ、そうだよ。行政戦も見に行きましたよ。行政やりましたね。やった、1回戦。ですよね。僕あれ見に行ってるんですよ。逆転ツーラン。そうなんや。でも、うわ、西岡剛おるってなって、うん、そっから高校入って、やっぱり、で、森岡さん、うん、西岡さんと森岡さんだったんですよ、うん、もう二大巨頭 で、うん、で森岡さんは僕地元がめっちゃ近いんですよ。うーん、で地元森岡さんは空いてて、高校の時はね、はい、明徳が甲子園で優勝して、はい、森岡っていう名前の方がすごくこう売れてたの、うんうん、で俺は大阪桐蔭で、まあ、1回戦負けて、はい、そこまで甲子園の中では西岡剛っていう名前をそんだけなんか森岡ほど売れてなくて、当時俺らの同級生って高校で、はい、あの名前が売れてた森岡と高井、あ、高井の方が俺たち、僕、俺よりもすごくなんかこうネームバリューがすごくあって、はい、俺はまずこの2人よりは先に活躍したいっていう思いがめっちゃ強かったから、うん、プロ入ってからなんか早く一軍に定着できたんかなと思って、そう、高校の時は森岡と高井の方がすごかったの。あ、そうなんですか、うん、もう名前知ってて、僕正直あんまり他人に興味ないんですよ、うん、で他人に興味なくてもやっぱり知ってたんですよ。森岡さんと西岡さんは知ってたんですよ、うんうん、それがで同じユニフォーム着るじゃないですか、うん、で授業中にもビデオ見るんですよ、うん、西岡さんので、やっべーみたいな。でプロ入った時に、うん、あれ何年でやっと会えたんかな、うん、挨拶させてもらった時 もう手汗すごかったですもんね。嘘、そう、あ、西岡さんっすねみたいな。よろしくお願いします。態度悪かった俺な。おう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 、遠いな、あ、知ってるでみたいな。あ、よろしく。あ、軽いな。あ、だっす。でもプロ入った時接して怖かった？いや、もうこっちが緊張しすぎてただけだなと思ったっす、うん、優しいし、でやっぱりこう自主トレも、うん、あの呼んでいただいて、やっぱこうすごい見てくださるんですよね、あの気にかけてくださるっていうか、うん、それが普通じゃないのを知ってるから、よりなんかそうやって気にかけてくださるところっていうのが優しいところでもあり、でそこを他の人に見てほしいなって思ってる。他の人に見せないからね。でもほんまにもう、だから遠いあれなんですよ、あの印象悪いんですよ。印象悪い。もうメディアだけの。そうなんですよ。まっすぐなんです。すっごいまっすぐなんですよ。優しいんですよ。今回その首になりました。で、その時も、剛さんですよ、電話くれたんは。で、何してんねん、
ね、うち来いやって。それでもう、うわ、もうやばいと思って。まさかほんま電話もらえると思ってなかったし。まあでもそうやってね、弱ってる時ってみんな電話もしにくいし、うん、案外なんかこう、連絡って来ないでしょ。来ないです。誰からも来ないですね。うん。ほんでなんかそれに対してすごく不安感が自分の中で起きてて、うん、このまま誰からも相手されへんのかよとかなんかそうですね。それってみんな気使ってたりもするし、はい、まあ連絡くれる人はくれるんだけど、うん、そこに対しての不安感はね全然必要ない。逆にもう平田今はもう引退するって決めたんだったら、はい、もうあの引退しましたって自分からいろんな人に報告ちゃんとしてやっとけばまた繋がっていくと思うし、まあこうなったらさ、あのまあ17年間、はい、本当にあの、まあ、大阪桐蔭で頑張ってそこからドラフト1位で中日ドラゴンズ入って一番ね多分お前を支えてくれたっていうのはやっぱり中日ドラゴンズファンの人たち、うん、俺も中日ドラゴンズと試合しててドラゴンズファンですごい熱くて本当に応援も一体感あってで平田が打席立ってる時もすごい歓声を送ってくれてたように俺はショートから守ってて、はい、あの感じててやっぱそのドラゴンズファンになんか、まあ、まだ今ちゃんと挨拶できてないと思うねんけど、はい、まあ、引退っていう節目もあったと思うからもしよかったらこのドラゴンズファンにちょっと真剣な思いを、はい、中日ドラゴンズファン平田良介ファンの皆さん17年間応援本当にありがとうございました。あの皆さんの歓声っていうのは本当に今でも思い出せてそのたびにちょっと涙出そうになるんですけど特に2022年の代打で出てきた時の歓声、今でも忘れることができません。それを思い出すと、やっぱりまだ現役でもやりたいなっていうのも出てきちゃうかもしれないんですけど、でもやっぱりあの応援があったからこそ僕も17年間やってこれたと思いますんで、またこれから、形は違うようになるかもしれないですけど、まあ、平田良介のことを応援よろしくお願いします。それと中日ファンの皆さんは、これからも、変わらない熱い声援を今の選手たちに届けてあげてください。それが僕からの最後のお願いです。本当に17年間応援ありがとうございました。めちゃくちゃいい。お疲れ様。 ありがとうございます。ちょっとまだこれ企画やねんけど、はい、この西岡剛チャンネルに、はい、出演してくれた人たちのサインと俺のサインを書いてこのチャンネルをご覧の皆様にプレゼントします。おプレゼント企画します。はい。このサインなんですけど、はい。サインってこう崩してるでしょ。崩してるです。漢字で書いてほしい。全員漢字で書いてもらっても、平田良介。はい。わかりました。漢字でお願いします。見せるときが来たっすね、僕の字の。おぉ。やっぱりやん、なんなんこれ。見て。いや、でもこれまたでも可愛いけどな。マジっすか？うん。もう。いつまでだってもこれなんですよ。いや、いいんちゃう？別に。なんでなんすかね。まっすぐ書けないし。これがお前なんやろ。そういうことっすよね。うん。血似てるから。血似てるって言いますよね。はい、見てください。これ平田良介って。やばいっす。いや、でも漢字でさ、サイン出会え。そうですね。うん。書いたことないです。俺はもう今漢字にサイン、漢字でしてんの。あ、そうなんですか？うん。もうなんかどっか行ってさ、サイン色紙と飾られてるけどさ、誰のかわからんやん。わかんないっす。あのお店とかに貼ってても、はい、そういう時は、ね、もう漢字で書くようにしてちょっと一回達筆に書いてみてよなんか僕が適当に書いてみるちょっと一回めっちゃ可愛いやん漫画に出てきそうなサインこれ一回平田内にこう達筆に OK です。じゃあもう時間かけて書いていいですか。時間じゃなくてパパパってこうイメージしてみ感覚全然達筆じゃありませんまだまもう分かるんですか。ゆっくり書いてるだけですねここなんですよ、平田良介くんのいいところ。かわいい性格出てるやん、字に。綺麗くないですか。全然綺麗くない。ちょっとその横に俺書かしてもらおうからね。はい。なんか好きな感じないの。好きな感じ、あります。何ちょっと書いてもらおう。ここでいいですか。うん。ちゃっちゃってやって。うん。わーす。わーな？わーが好きなの。平和のわーと、和むっていう。なごみすぎやろ、ちょっと。これじゃあ、もう平田から言ってくれる？西岡剛チャンネルをご覧の皆さん、今回、ボールを3個、プレゼントいたします。はい、3個あります。はい。
応募は概要欄をご覧ください。ちゃんと見てくださいね。いっぱい応募してください。よろしくお願いします。バラエティ無理やで。司会とかできる？ MC MC とかやったことないですもん。俺の立場でこう人誰か呼んで喋れ、引き出せる？やってみます。うん、やってみ今度。平田くん、現役生活お疲れ様でした。今日平田と話して今後プロ野球の世界から初めてこの社会に自分自身が掘り出されてすごく不安だと思います。まあ喋ってて1点2点言ってることと行動が伴ってないところもあったりして、平田に対してはこの先少し心配です。心配してるんですけど、まだまだ失敗していいと思います。新しい経験をして、ああこれは失敗してしまったなと思うことを自分で感じ取って、目先のものに甘えるのではなく2年後3年後自分のスパンをしっかりと考えて歩んでほしいなと感じました。野球選手は引退してからの人生の方がすごく長いんで、平田君、いろんな経験をしていろんな失敗をして野球以外のことで生きていく、稼ぐっていうのはどれだけ大変かということを感じ取ってください。応援してます。今日はありがとうございました。また会いましょう。